なんか果たして王なのか。お前ちょっと待て、こいつ何回目やはずぞ。お前2回目やろ。さあ、うわー待って、すごい、いきます。よいしょ、トメンです。はい、ということで本日は高校潜入ではなく、なんと大学に来たんですけども、ここの大学はどこですか一体。はい、今回ブカピは大阪産業大学さんにやってきました。はい、今回はですね、はい、大阪産業大学さんとのコラボ動画になるのですが、今ノリに乗っている男子バスケ部さんにお邪魔しましてですね、はい、とある企画に挑戦したいと思います。何ですか。それがこちらです。はい、関西王者と試行錯誤を楽しもう、ともやん×大阪産業大学バスケ部ブカピチャレンジ。これなんだ。はい、実は大阪産業大学さんは来年2025年4月に進学部を開設する予定とのことなのですが、これを記念して今回は男子バスケ部の皆さんとオリジナルバスケチャレンジに挑戦してもらいます。はー、バスケチャレンジ、やっぱ高校バスケ部とこの、あの大学のバスケ部、やっぱこう一つステップが違うだけでやっぱ体つきとかも全然変わってくるんで、このバスケチャレンジ、ともやん今回勝てるのかなってちょっと不安はありながら少し楽しみです。はい、大阪産業大学バスケ部と、バスケチャレンジ早速やっていきましょう。ゴーイ。声はねめっちゃするんですけど、どんな練習してるのか失礼します。もうがっつり練習、がっつりやってるじゃないですか。うわ懐かしい、このバスケ部の感じ。どうしようかな。うわすげえ、かっけえ。こんにちは、バスケットボールキャプテンの横山です。あ、お願いします。ちょっと僕あの三大生、まあ三大実はしてるんですけど、三大の選手、今年の注目選手とかあんまりわからないんで、はい、ちょっとキャプテン、はい、キャプテンの方からちょっと教えてもらえたらなと思うんですけど、はい、18番の古川選手は、2021年のウィンターカップで準優勝まで導いた実力者です。はい、僕も見に行ってましたよ。本当ですか。大きなったね。あの時は高校生やったのに、はい、その子が今、活躍してると、はいはい、中心選手 で、で2人目が32番の金友選手、はいはいはい、昨年の2つの国際大会で日本、はい、学生選抜チームに選ばれた、はい、本当に今年のチームのエースという存在です。あ、そうなんですか。はい、金友選手は高校はどこなんですか。大阪桐蔭です。はい、大阪桐蔭なんや。そうです。へえ、大阪桐蔭。はい、その代も2021年の大阪桐蔭は初めてウィンターカップに導いたエースです。そうなんや。はい、あ、じゃあすごいやん。はい、すごい。メンツ。はい。で最後が、はい、99番の尾形選手。はいはいはい。2メートル、日本人なんですけど2メートル身長があって、はい、あ、でかいな。高さを生かしたプレーで。はいはいはい。一昨年の、はい、U22 日本代表候補にも選ばれた、本当に未来ある選手です。喋るのうまいな。いやいやいや、ありがとう。で昨年が三大、はい、優勝して、はい、で今年の目標は何なんですか。今年の目標はまずチームスローガンが、はい、Always Ready ということで、はい、Always Ready っていうのをチームで体現して、はい、まず関西の大会3つ、全関西、西日本大会、そしてリーグ戦をまず優勝して、はい、インカレベスト4を目指して毎日、頑張っています。はあ、これがね、あの関西優勝からのインカレベスト4、これだいぶハードル高いんですよね、はい、インカレがまたなかなか、高い壁なんで、ちょっとぜひ今年頑張ってほしいですね。はい、思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ブカピだよ。いや、ギュッとしてやって。おー、すごいテンションやな。離れて、画角大丈夫やから、離れても大丈夫やから。はい、では、バスケ部の皆さんと挑むバスケチャレンジですが、はい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 、大阪産業大学さんが2025年4月にスタートする3つの理系進学部にちなんだチャレンジに挑戦してもらいます。なるほど。まずは最初のステージなんですが、フリップを上げてください。はい、じゃあ1つ目のステージこちら、ドン。ステージ1、情報デザイン学部ステージ。何ですか。
王なんか果たして王なのか。じゃあチャレンジ内容、そのフリップのシールをめくってください。はい、いきます。1つ目のステージオープン。よいしょ、来た。チャレンジ内容、20人でつなげ連続フリースローチャレンジ。気持ちいい。こいつら気持ちいい。はい、企画の説明なんですが、はい、大阪産業大学広報担当の秋山さんより手紙を頂戴しますので、なるほど、読み上げてください。秋山さんからの手紙。はい、あ、来ました。いきます。ともやんさんへ。情報デザイン学部は人と人を結ぶ情報デザインで、人に優しい社会を実現できる人材を育てます。具体的にはフィールドワークとゼミでご覧のような学問を実践的に学びます。今回は人と人を結ぶというコンセプトにかけまして、20人でフリースローを連続成功させてください。皆さんであれば楽勝で成功できると信じています。大阪産業大学広報秋山よりと。はい、そういう手紙の内容が来ました。20人でフリースローチャレンジ。じゃあ今これ全員20人おるわけや。あとは順番や。あ、じゃあ俺一旦最後行ってみるわ。適当にもう並ぼうか。これ最初行きます。オッケーオッケー。じゃあキャプテン最初で、はい、最初キャプテン最初で、俺最後っていう順番だけ見て、あとは適当で。最初の人です。じゃあ準備が整ったということで、情報デザイン学部ステージスタート。知らんぞ、外したら。おー、さすがやな、キャプテン。おー、知らんぞ。1。あ、見た、見た。わあ、あれ、今なしで。あれ、1なしはできるからだ。1な、こっからスタートしよう。じゃあ2。そうそうそう、こういうの見たいね。1年生、おい。さあ、1つ目だ。1つ目だ。おい、1からやんけ。どんどん行こう、どんどん行こう。1。どうなってんねん。フリースロー初めて、お前ら初めてなん、フリースロー教えたら。俺フリースロー、お願いします。こういうことやろ。ボケ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 。じゃあ OK、 じゃあこっから20連続行こう。今のはアップです。ちょっとなかなか、まあ、決まらんということで、え、こちらチャレンジ内容変更ということで、10人でつなげ連続フリースローチャレンジ。20人は正直無理です。分かります、20人は無理やんな。そうです、ね、バスケやったらきついよな。10人はじゃあこれ成功させましょう。はい、絶対。よっしゃ、行きましょう。行ける、行きましょう。じゃあ行くよ。じゃあもう一発終わらせんで、行きます。あえてね、あえてね。さあ、いいね。終わるんちゃう、マジで。お前ちょっと待て、こいつ何回目やはず。お前2回目やろ。でちょっと待て、キャプテンめっちゃいいこと言ってる。なんで選抜10人でもう出るか、固定でな。はい、じゃそれじゃあ選んでよ。これで、うん、終わりましょう。はい、チームでいきましょう。はい、まずせい。はい、キュー。ピンチじゃない、ピンチはチャンスやから。いきます。めっちゃダサいことしてるやん。絶対決めなあかんやん今のな。絶対決めなあかんやんな。わかる、絶対決めなあかんとこやった。もう一回やろう。なんでそろそろちょっと決めてください。ちょ、ほんまごめん。1年生マジごめん。つい決めます。頑張ります。ありがとうございます。お前、はい、立って締めばない。え、おいしまい。3、何点、何点やるや、何点。5、よし、危ねえ。キャプテン、キャプテンラスト、キャプテン。
ぞ。わあ、このためにみんな外してるもんな。キャプテンラストやから。だけどちょっとさすがキャプテンやったらナイス。このまま一生終わらんかと思ったよ。ありがとうほんまに。よっしゃ、じゃあてことで1回目の、はい、情報デザイン学部ステップ、はい、よっしゃ、あよかった、ありがとうございます。続いてのステージはこちらになります。はい、フリップを上げてください。はい、ステージ2建築環境デザイン学部ステージいきます。ドン。バスケコートをデザインせよオリジナルスキルズチャレンジ。おー、なるほど。お手もですね、はい、大阪産業大学広報担当の秋山さんより手紙をもらってますので。はあ、秋山さん、ホモヤンさんへ。建築環境デザイン学部は物、建築、都市空間などありとあらゆる持続可能な環境のデザインが学べる新学部で、2年次から6つのコースに分かれて学ぶことができます。今回は学部のコンセプトとかけまして、富谷さんにスキルズチャレンジ用のバスケコートをデザインしてもらい、代表選手3名にタイムを競ってもらいます。おお、なるほど。富谷さんならさぞ独創性あふれるコートデザインができるでしょうね。大阪産業大学候補秋山よりと。はい、なるほど。じゃあこれは、スキルズチャレンジで僕がコートを作るってことですよね。はい、そう思います。はいはいはい。条件としましては、コーン、フラフープ、マスキングテープなどの道具を使って、うん、ドリブル、ハンドリング、パス、シュートの各要素を必ず入れてください。なるほど。そして優勝者にはですね、はい、トモヤンさんからご褒美として、トモヤンさんプロデュースのブランド、アンダーソンのバスケットボールをプレゼントしてください。あげちゃいます。じゃあちょっとこれは僕ちょっと難しく作るんで、ぜひちょっとチャレンジする人頑張ってチャレンジしてみてください。ということで、じゃあ僕作るんで皆さんちょっと休憩しててください。はい、はい、ブカピだよ。はい、ということでコートの準備ができました。よいしょ。では、こちらから説明しますと、選手の皆さんにはドリブル、パス、スリーポイント、シュート、ハンドリングと進んでいただいて、最後にシュートを決めていただきます。で、ここからがオリジナルなのですが、最後のシュートは難易度に合わせてタイムを縮めることができます。なるほどね。レイアップは、マイナス0秒、うん、ダブルクラッチはマイナス5秒、バックボード裏からのシュートが決まればマイナス10秒、ハーフラインからのシュートが決まればマイナス30秒となってます。一発逆転も可能なゲームになりました。面白い。そして出場する選手が誰ですか。じゃあちょっと前に出てきてもらっていいですか。お子さんに3人に挑戦してもらいたいと思ってるんですが、まずは試しにトモヤンさんからデモンストレーション。なるほどね。じゃあちょっと僕いきますか。はい、よいしょ。じゃあいきます。よーい、スタート。早いよ早いよ。よいしょ。早いよ。これマジ勝てる。お前は1、2、やばい、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、OK、これちょっと早いんじゃん。よいしょ。入るぞ。入る入る。勝てるかな俺に。43秒からマイナス30秒なんで、はい、13秒。13秒74。はい、これ超えてください。でこの3人で勝った人、あなたのボールプレゼントするんで、ちょ全力で頑張ってください。多分最後のね、僕やった感じ、最後のシュート、あれだいぶ鍵になってくると思うんで、自分で選択しながらやってください。いきます。藤橋くんのチャレンジ、よーい、スタート。早い、いいよ。
いいよ。よっしゃ。三四五六七八九十。いいよ。まだいける。全然いける。全然いける。さあラスト。ラスト来た。惜しい。合う。起きた。惜しい。ってことで、記録がダブルくなっちゃったらマイナス5秒ですよね。1分28秒65なので、マイナス5秒して1分23秒65。おお、岡本くんのチャレンジ、よーいスタート。きた。いる。さあここ決めたらでかい。ボールボール。さあ四五六七八九十。早い早い早い。めっちゃ早いよ。ノー。来る。あー。よいしょー。ということで記録が、1分8秒78のマイナス5秒なんで1分3秒78。いきます。井上くんのチャレンジ、よーいスタート。きた。早い。さあここはね、これスリー一発で決めたい。きれい。さあこっからや。まだ時間余裕。あーやばい。さあ四五六七八九十。はい。さあまだ30秒。全然いける。ナイス。さあラスト。ある。おお。あるよ。あかん。さあさあ、うわー、待って、すごい。ちょっと待って、記録が46秒35のマイナス30で16秒35。すげー、しむー、こいつしむってことで、優勝者井上くん、おめでとうです。すごい早かった。これもう店で売ってないです、確か。もう全部売り切れました。僕持ってる分であと何個かしかないんですけど、こちら。じゃあありがとうございます。おめでとうございます。よかったよかった、早かったわ。いや素晴らしい戦いでした。ブカピだよ。じゃあ最後のステージになります。フリップを上げてください。はい、ドン。ステージ3、システム工学部ステージ。よいしょ。はい、ドドン。未来を切り開けガチンコ3を3対決。いいやんか3を3。企画の詳細については、はい、広報の秋山さんより手紙を頂戴します。秋山さん手紙書くね。ごめんなさい。システム工学部はロケットやドローン、交通機械、情報機器など最先端のシステム工学を幅広く学べる進学部で、1年次から7つのコースに分かれて学びます。未来を切り開く新たな仕組みを創造できるエンジニアの育成を目指します。今回はこのコンセプトにちなみまして、入部したばかりの1回生の皆さんに 3on3 で未来を切り開いてもらいます。大阪産業大学広報秋山よりと、これから第3代バスケ部の未来を担う新入生3人プラスともやんのチームと、なるほど、上級生の主力4人のチームで戦っていただいて 3on3 対決してもらいます。なるほど。でルールは、はい、20点選手した方が勝ち。勝利チームにはともやんさんからご褒美としてアンダーソンのタオル
および靴下をプレゼントします。両者プライドをかけて戦ってもらいます。じゃあいきます。ラスト 3-on-3 よーいスタート。いったね、強そう、いけ。おお3年生強っ、強い強い、あかん、3年生が強い。おーしゃー、頑張れ、あかん、でかすぎる、あーうまいな、グディシューターやねんな、そうや、忘れてた、その感じで打てんねや。惜しい、おーマジあんの、こいつこいつこの感じで決めんのかい、チョゲキャラちゃうんか、大悟さんこいつやったんか、うまい、うわーうまい、うわー、おっしゃー、グディ入んのかい、タイムアウト、タイムアウト、タイムアウト、ちょっとこれ8に7点差ちょっと減らす、減らす、減らしたい、減らすありやな、マジ減らした方がいいなければ、うん、そうやね、減らしてみようか、はい、ちょっと10ぐらいに、10ぐらいに、10ぐらい、行くで、行く、行くで、ワン、ツー、スリー、よし、おい、頑張るぞ、なんか減ってない、やろうやろう、ちょよっしゃ逆転や、わーこいつめっちゃうまいシュート、無理や、飛べへん、ナイス、でかいでかい、おいしょー、おいしょー、おいしょー、ノースリー、おいしょー、おいしょー、おいしょなんか点数が、これで3年生決めたらもう一回お願いします。大人げないな、なんかあったんすか、頼み方あるやんな、いや、もう一回お願いします、お願いします、いやいやいや、ちょっと待って、お願いします、俺の背中の後ろからじゃない、真正面から行ってこい、お前開けると何だか分からんけど、真正面から行ってこい、いや、なんか頼み方、違う違う、俺の目見たでしょ、こっちや、こっちちゃんと目見てよ、なんか頼み方あるかなと思ってじゃあ、サウンです、よろしくお願いします、お願いします、じゃあまあ、じゃあシャーなしで、うん、やろうか、シャーなしで頼んです、やろうか、じゃあ5点選手しましょうか、
ボテン選手。よっしゃ、よっしゃ、行くぞ、勝つぞ。いいよ、行っていいよ、行っていいよ、勝てるよ。ナイス、いいシュート、気持ちいい、ナイス。マジそんなの出んの、こいつ。お前うまいやと言うといてくれよ最初から。シュラッとするやぞ。来い、一回、わーお、似て似て似て、ほい、ほい、あ、くそ、やばい。1年生、高校です。高校や、これもラストや、決めます。終わった、くっそー、3年うまかった、ナイスです、ナイス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 、うまかった、さすが3年生やな。ってことで勝った3年生、おめでとうございます。これまた使ってください、試合とかでも。ありがとうございます。3大生のうまさ見せてもらいました、最後に。最高の試合でした、ありがとうございました。いや、よかった、いい試合やった。いやけど、まさかやな、チョケキャラだと思ってたんやけどな。真面目なんで、うん、バリスリーうまいやん、言うときよ、さっきバリうまかったですわ。本日は大阪産業大学男子バスケ部さんとのバスケチャレンジでしたが、智也さんどうでしたか。はい、いや、やっぱりこうね、みんなでこうやって何か一個あのチャレンジするっていうのはすごい楽しいもんだなっていうのを感じたのと、あとはなんかこう結構ね、普段のチャレンジと違ってこう試行錯誤しながらみんなで考えながらやる、まあ 3on3 だったりだったんで、すごい、大学生楽しくバスケできたので良かったです。はい、ということで、情報デザイン学部、建築環境デザイン学部、システム工学部の理系3学部が、2025年4月スタート、新受験生の皆さんぜひ検討してみてください。そして、全国上位を目指すバスケ部の今後にも、ともやん期待しておりますので、ぜひね、あの今年の目標インカレ4位ですよね、頑張ってください、応援してます。ということで、本日のブカピはここまで、お疲れ様でした、バイビー。